皆さんこんにちは。レック中小企業診断士講座の合格講座のガイダンスになります。20年30分でわかる働きながら合格学習法担当いたしますのはレック専任講師中小企業診断士の小松ひだるでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて。 このガイダンス30分でわかる働きながら合格って書いてあるところでもわかると思うんですけど皆さん働きながら資格取るって大変なことですよねですのでガイダンンスもシンプルにお届けしたいといいととうことがございますですのででのなるべくコンパクトにね皆さん情報をお伝えしたいと思うんですが大きく言うと皆さんねこのモチベーションを保ちながらいかに短い時間で合格するかってことがねこういった働きながらということになると大切じゃないですか。 じゃ、中小企業の診断士になったらね。どんなことができるの？って、どんなこと能力が身につくの。これがモチベーションね。勉強しようというそういった動機付けに繋がりますよね。さあ、レックで勉強するとどういうメリットがあるの？どうしてね。スムーズになるべく時間ね。あのその勉強時間を節約して合格するのというところ、これをセットに30分でね。お伝えしてまいりますので、よろしくお願いいたします。では。 そもそも中小企業診断士試験ってどんな試験か資格とね意味合いそんなもこだからね、えー、説明をしていきたいというふうに思いますはい中小企業診断士は中小企業の経営課題に対応するための診断受験を行う専門家です法律上の国家資格ですはい。経営コンサルティングで国家資格っていうとねやっぱり中小企業診断士ぐらいしかありませんから非常にやっぱり権威が高いですねはい。 中小企業支援法という法律にちゃんと位置付けられてまして、経済産業大臣が登録しています。はい、で、この制度はですね。中小企業し、え中小企業者。実は中小企業診断士試験には七科目、一次科目の科目があるんですが。そのね、実は、あの一次科目の中の一科目として。中小企業経営政策っていう科目がございます。この科目の中で。 あの中小企業のの定義なんていうの、ね、実はお伝えするんですけどあのその中で中小企業の数なんてのもありましてね大い,い大企業っていうのは実は1万社しかなくて1万ちょっとしかなくてで日本の企業数にね占める割合は0.3%個人事業主を含めて99.7%が中小企業に当たるんんですすよなんてことを勉強します働く人のベースでは70.1%が中小企業でお勧め。 もしかしかてね、働く中でご覧になっている方で大企業にお勤めの方いらっしゃるかもしれませんが29.9%実は少数派なんですね。はい、ということで圧倒的に実は中小企業で働いていいいてる方がが多いとととううのの日本の実態ということになりますですので大企業を働いている方に関してもこれは役に立つんですけど中小企業に働く方結構多いですからそういった中の、ね、経営診断とかに役立つということになるわけですね。はい。 その中小企業者特に経営者なんかが経営の診断、ね、そういったことに関する助言を受けるにあたって経営の診断とか経営に関する助言を行うものの前提それを簡単にするためにその経済産業大臣が一定レベル以上ののの能力をを持ったたものを登録するための制度です一定レベル以上ですからあのさ実は最終合格率って実はね一次試験を受けた中から 5%6%7% ぐらいになっちゃうんですね。 思ったより難しい資格ですけどね、やっぱりそれだけの意味があること,ということでご理解いただければ嬉しいかなと思います中小企業基本法ではその中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事するものこの意味なんですが公的支援の事業にね限らず民間で活躍する経営コンサルタントも含むとしてねそういったものとして位置付けられているんですよということです我々中小企業診断士の業務は この支援法によって経営の診断及びね経営の診断及び経営に関する助言というふうにしています。現状分析を踏まえた企業の成長戦略のアドバイス、ね企業を成長させるためにねどういうことをやっていくんですかっていうのがコンサルティングの基本ですよね。でそのためには今どうかっていうことの現状分析を行わなきゃいけませんよね。そのために現状分析っていうと強み弱み 機械脅威なんていうソフト分析なんてことをするんですがそのやり方とかねフレームワークっていうのは企業経営理論先ほど7科目1次科目があるって言いましたけどそのうちの主要科目の一つである企業経営理論でご紹介します。そういったところでやった現状分析なんかも加えて企業のの戦略のアドバイスを行います。ですのでその知識能力を生かして幅広く活躍してるとあるんですがこの後科目なんかもご紹介しますが例えば財務とかね例えば法律だとか。 例えば情報システムであるとかね、それから経済学も学びますそれから店舗の管理とか生産の管理なんかも勉強する運営管理なんていう科目なんかもございます本当に幅広く勉強して幅広く活躍してるというのがある意味特徴な資格でございますのでね業務的にも広いですよ役割ですはい、成長戦略の策定について専門的な知識を持ってアドバイスします また策定した成長戦略を実行するにあたって具体的な経営計画を立てますその実績その後の経営関係の変化を踏まえた支援これを行うわけですねそのために中小企業診断士は専門的な知識これを活用するとと,ともに企業と行政企業と金融機関等のパイプ役中小企業の施策の適切な活用支援まで幅広い活動に対応できるような知識能力が求められていますはい例えば私なんかも実際に ね、法人の方々お相手させていただくケースがあるんですが金融機関の方が例えば中小企業診断士を取って融資のね一助例えば、ね、ここ融資大丈夫かなっていうそういったところの、ね、話にするだけじゃなくて実際に経営者の方に、ね、こういった経営コンサルティングみたいなことを行うヒアリングなんかを行うことによって企業は成長していく、ね、そうすると回収がスムーズになるってこともありますけど企業が成長するってことはさらに資金ニーズが出てきますよね。 そういったものに関する経営コンサルができれば、さらに自分の融資実績とか預金実績なんかも広がっていくということで、中小企業診断士のえ、ね、そういった密記力を使っていくなんてやり方もあるわけですね。それから、企業と行政をつなぐね。どこで、例えば助成金の取り方どうするんですか？なんてアドバイスなんかもあったりします。で、その他ね。中小企業のね。適ね。本当に施策って様々ありますんでね。中小企業だけが使えるそういった制度なんかのアドバイスなんかも我々行うわけですね。 はい続いて動機見ていただきたいと思いますはいここではねちょっとこの今ちょうど頭で書かれてるこの4番目あたりちょっと見ていただきたいんですけどね自己啓発って方が多いんですよ経営全般の勉強それからねスキルアップを分かることができるからってのが28.8%つまり今働いてる職場で生きるというところを結構考えていらっしゃる方多いんですよ とということね特にそれによって経営層に例えばジャンプアップする会社の中である意味出世コースに乗るってためにこの中小企業指南市捉えてる方大企業の方は結構多いんですよ30%近くいるということですね。でプラス上の方にあります経営診断とか経営コンサルタントと,し、ね、というところに、ね、そういった業務に従事したいとか独立したいとかすでに経営コンサルタントになってるっていう方が、ね、やっぱり信用を高めるなんていうのが上のブロック3つ乗っかってますね。 それから定年後に資格を活用したい下から三番目11.7%なんていうのも書いてありますけど転職に利用できる3.6%いらっしゃいますねはいこんなデータ2016年にアンケート調査で出ているわけですというわけでちょっと整理しましょうか独立するきっかけになる独立簡単じゃありませんとは言いながら何か準備なさっているときに中小企業診断士の博っていうのは役に立ちますね で転職のの武器になるともありますね。コンンサルティング会社とか、ね、今やっぱり M&A とか増えてますけどこういうところでは中小企業診断士ねあの上場企業も M&A 関係たくさんありますけど中小企業診断士の方、活躍してます。これも中小企業経営政策でご紹介してますけど今少子高齢化特に高齢で中小企業の担い手非常に経営者の方少なくなってきてるという現状がある中 M&A がかなりね有効な手段となってますから。 そういうところで中小企業診断士という資格ね結構行きたりします。企業内もちろん活用できますよね。それとね新卒の方就職活動にも有利ということでねエレックでも受託させていただきますがいただいてるんですけど大学とかでねそういった中小企業をね、えー、診断士の講座なんかを開設してる実は学校さん結構あるんですね。はい私も実は担当したことがあります。大学さんにもねお邪魔したことがありますんで就職活動にも有利と。 いうことになりますね。特に二十代で、やっぱり取れば、かなり会社のこと分かっているなということで。やっぱり企業側にも、まあ、ね、あの評価されますし。ね、いうこともあったりすると思います。実際お取りになっている方は三十代四十代の方が多いかなと。ただ五十代六十代で、ね、活躍されている方も、実際問題いらっしゃるということですね。さらに学習メリット、人脈広がります。なぜこれ人脈が広がるかというと、二つあるんですね。一つはやっぱり。 企業の方というのはあのなんていうか信頼感があるわけです。ですから弁護士さんとか税理士さんとか社労士さんとかあ信頼士の方ですねって同じ企業としてのもうそういったところの信用もうスタートしたとき名刺渡したときからスタートするわけです。でもう一つあるのは学習する環境レックでねやっぱり講座やってますと二十人とか三十人とか五十最大多くて四五十人のクラスの教室ですけどさまざまな会社から人がいらっしゃるんですね。でそこで特に二次試験なんかはグループディスカッション 行ったりしますから同じように中小企業診断士を学ぼうとする方々同士が切磋琢磨しますでグループディスカッション2時なんかではそこでいろんなことをやるわけですねいろんな立場で。あこの人こういう企業を務めてるんだだからこういう見識持ってるんだでそれってライバルになりえないんですよね。というのは金融機関にお勤めの方と事業会社をお勤めの方と公的機関に勤めてる方ってライバルにならないで。専門知識で言っても財務のコンサルタント物流のココンンンンササルルタタトト物流 販売促進ののココンンンンササルルタタト、ト、IT 中小企業診断士のコンサルティングのそういった現場っていうのは多種多様です、ね、ですから人脈が広がるっていうのがありますね。で定着します、ね。まず学習して1位のアウトプットはマークシートですけど2次試験は記述になりますからある意味ただ覚えるだけじゃなくてアウトプットをきっちりしなきゃいけないということによって知識の定着かなり図れます。 このの一番下の文章力が向上するっていうのも、ね、短い時間の中で例えば20時から大体ね、まあ、一番短いの10時ぐらいから150時180時ぐらいがマクシマムになるんですがそういった文章を書いていくそれを例えば80分で事例文を読みながら、ね、大体時間内で500時あたりから800時ぐらいまでね書くっていうそういった練習を質問が何問かありますからねさっき言100時前後の問題が5台あったりね あったりしますのでまあ、そういった形で短い時間で文章を書く練習なんかもしますからね文章力上がりますよでさらに全く新しい知見特に例えば IT 会社の方が実際に物を売ってるところの知識が入ってきたりとか経済学勉強したりとかね、法律の勉強したりとかこういったものってなかなかないんじゃないですか例えば金融機関の方が実際にね企業の戦略なんて考えるそういったことも含めて本当に多種多様な知見 で知見というのは単なる知識だけじゃなくて知恵。これ二次試験でどうやってね、あの企業アドバイスするんですかっていう例えば喋るとかね、そういったこととか、あといろんな方からのねそういったなんていうかなあの経験値とかそういうものも得られるっていうのは結構学習のメリット大きいんじゃないですかね。可能性です。はい、本当に幅広い知識を勉強することになりますから、まず一つ言えることは独立会議を左側右側の 企業内の活躍見込みますねでさらに専門の方は例えば IT の方は IT それから例えば金融機関の方は例えば財務の知識なんてことによってさらに専門分野を深く掘ることもできますねでさらに我々っていうのは入り口知識をたくさん持ってますので他の専門家のコーディネート特に市業のさんなんかにこういった物件を紹介するっていう時にそういったつなぎってすごくやりやすいんですよね。 とということで可能性はものすごく広がります、はい、じゃあその可能性をちょっと整理して見ていただきましょう一番右側の企業内の活躍っていうところを整理するとこんな形になります、はい、経営企画なんていうね部署があった場合には戦略の評価リスク分析できますねそれから新事業,事業の開拓はい私も経験あるんですけどね,ねしっかり診断士やってからやればよかったですね新事業の分析ネットワークの活用まで そしてマーケティング戦略の担当としては単なる我々の都合で物を作って売るっていうんじゃなくてニーズをリサーチして,てターゲットを決めてそこに適切なねそういった戦略を立てね打ち立ててそこに刺さるそういった提案ができますから「買ってください営業から経営のサポーターに」って書いてありますけどこういったことができるきっかけができるわけですね。では今度は独立会議を見ていただきましょう。 顧問契約結んだりコンサルティングやる、ね、顧問契約だったらね本当に月ベースで定額のお金が入ってきてということになりますその他例えばね事業戦略策定したりとかね諸問題あった場合など例えば人事コンサルとかねそういったことなんかありますからそういった場合にはね、ショットでもお金が入ってくる可能性があるわけですね講師業今私がやっているようなそういった例えば受験対策の講座ね、そういった講師とかセミナーの講師 結構私セミナーの講師なんかもやらせていただいてるんですけど、こういった講師業多いですね。それから筆筆業、雑誌への寄稿、手書の作成、私もね、えー、経営診断っていう雑誌に少し受験対策のこと、寄稿なんかさせていただいてるんですが、そういった形でのね、そういった文筆筆筆業なんていうね、そんな可能性もあるよというところがありますね。で、さらに4分やりましたんで、あと2つ見ていただきましょうか。 各専門分野の追求例えば IT マーケティングどっかした専門コンサルタントなんて書いてありますがその他財務分野なんかもありますけどね。でプラス他の専門家へコーディネートするのは正直中小企業診断士が入り口になることあるんですよねっていうのは1次7科目2次4科目っていう幅広い勉強をしますので法務財務戦略 IT そういった科目本当に幅広く我々知識持ってるわけですね。 ででですすの修行からのやっぱり信頼厚いんですよ例えば本当にね深い勉強を、ね、例えばあの弁護士さんとかそれとか司法書士さん行政書士さん法律に関してやってるんですけど企業戦略っていうとちょっと弱いなって、ね、IT コーディネーターさん、ねまあ、ちょっと、まあ、経営のことなんかも入ってるんですけど経営戦略立ってるってとこまでとつらいなとかね企業医師やってる方についてると人に関する知識弱いなとか。 でもそういうところってて全部中小企業診断士やっっますから、そういった、ね、その専門家のコーディネートしたりとか逆に専門的なところから広いところをやってほしいというところね、そうなると我々のところに相談が来るわけですね、はい。というわけで非常に、ね、可能性が高い活躍する可能性が高いのが中小企業診断士なんですよってところなんですがこの後はは、ね、試験制度の話ちょっと見ていただかなきゃいけないですね。一次次試試験、二次試験ってあるんですけど、 一時は七科目あります。この七科目の合格率、合格率でいうと、平成三十年二十三点五パーセントでした。二次合格率は十八点八。ここで注意してほしいのは、一時で七科目合格が揃った方が。二年間、二次を受けられます。はい。ですので、この二十三点五、まあ、完全に二十三点五じゃないんですが。それ通過した方が十八パーセント、二十パーセントぐらい受かるってことなんで。単純にかけると五パーセントぐらい。 ですよね、で実際の実績1児の受験者平成30年1万3773人で2次の最終の、ね、筆記合格者人いうことなんです、ね、でこの1児の合格者の中でまず受かってで去年1児、ね、通過して2児受からなかった人が若干加わってってことを考えると大体いい1万5,000人前後の方が このねあの中小企業診断士試験にトライして二次合格者が906人ってことなんでだいたい6%ぐらい5%か6%ぐらいっていうのが実質の競争率ってことになると思うのでやはりなかなか厳しい資格だなってことはお分かりいただけるでもこれ裏返しなんですよ厳しくなければどうなります権威ないでしょ要するにこの中小企業診断士を受けた方の中で 年間の中で、やっぱりね、千人に、まあ、千人超える年もあるんですけど。だいたいベスト千ぐらいの方々が受かる資格ってことなんで。権威があるんですね。この、だい大体八百人から千二百人の中に、皆さん、入りませんか。ね、入ったら、自信になりますよね。企業の中で活躍できるのは、もちろん、自信つきますからね。で、実際に知識もありますし。で、プラス、この後、いろんな世界に出ていくにあたっても。パスポートになれる。 資格といううことなんでですねねは試験科目もにしましまょうか、ね、私高等で7科目あるって話したんですが企業経営理論運営管理財務会計、ね、ここら辺のところが使用3科目なんてて言ってます企業経営理論では経営戦略立てたり人事組織について見たりマーケティングについて学びます運営管理では店舗と生産見ます物流なんかもここで見ますね。財務会計ではアカウンティングとファイナンス両方見ます。 経済済済マクロ経済マクロロ経経経ミありますね営法務、ね、会社法とか知財とか見ていきますんで、まあ、ある意味会社法っていうのは会社起業する時に必要ですし中小企業にとっても今特許戦略とかねそういったね商標権とかそういった知財の戦略欠かせないですね。でさらに中小企業経営政策というところで中小企業の実態を白書で勉強したりとか。 それから、ね、中小企業だけ使える例えば融資の制度とかそういった、ね、制度なんかも勉強するよというのが一員の試験範囲になっております。続いて行て二次っみましょう先ほどね一次試験で上の3科目企業経営理論運営管理財務会計が主要科目って言ったのは、ね、この事例問題二次,次筆記の問題に関してこの企業経営理論の知識 運営管理のの知知識識財務会計がが生きるよってことなんですが事例の1組織人事事例の2マーケティング事例の3生産管理事例の4財務会計それぞれ80分の試験これを1日でやっていきます先ほどの一次試験は土日2日間皆さん受ける2020年になりますと7月の中旬ぐらいかなオリンピックの関係でそうなるんですが2次試験は10月の予定という形になりますね。はい、これ突破すると 大体ね、中小級をになれる口実試験っていうのもあるんですけどほぼ筆記を受かった方は、ね、ほぼ全数ほ、まあ、本当に何か事情があって1人とか2人落ちるケースはあるんですがほぼ全数受かるという試験になってますんでとにかく筆記が重要と筆記もマークシートが1次科目1次はこれマークシート2次は実際に文章を500字とか700字書く事例4に関しては計算があるそういうことでご理解ください。さて よく理解ししづらいのが一次試験二次試験の試験制度ですねはい、こういうふうになります例えば2019年で一次試験受かりますはい、そうすると二次試験受けられます夏に一次試験受かると秋に二次試験受けますで、ストレートで我々レッグとして受かってほしいな全力尽くして我々頑張りますがダメな場合でももう一年権利がありますです2020年まで受けられますよと2019年に受かるとということになるわけですね 2020年皆さん受けるのが2020年になりますから受かると2021年2020年と2021年受かるでもし万が一連敗してしまうこの図のようになってしまうと2年後にはもう一度一次試験から再受験しなきゃいけないよとそういうルールになってると思ってください一次試験受かったらでこれ保留できませんので受かった年に二次試験を受けてその翌年にねさらに二次試験を受けるというのは制度になっていますその他ね ちょっとお金かかりますが養成課程ということで一時受かった後にあのに一定の講義とか受けると結構高い数百万かかる講義を受けると中小企業診断士になれるという制度なんかはありますのでそこら辺のもし質問がある場合にはガイダンスとねあの教室等でお問い合わせまたは診断士課にお問い合わせいただけるといいかなというふうに思います。さてもう一つ一次試験は科目合格制があります。 1に7科目あるんですが3科目だとちょっと仮に考えてやっていきますと例えば1年目に、ね、科目 A 受かりました2年3年目は免除できます2年目に、ね、2科目も受かりました残念ながら3年目に、ね、3科目に科揃いませんでしたそうすると科目 A は一旦県になくなりますが、ね、最後の年 A と B が受かりました。そう3年間有効なんで B,A,C が届いて 揃っってて合格できるよっていうこういった科目合格制というのがあります3年間有効の科目合格制というのがありますんでね合格基準は60点ということになりますのでそういったねあの特に苦手科目から取っていって得意科目を最後に残す主要科目である企業経理論とか運営管理とか 財務会計っていうのは早めに取らないであえて最後の年に残して2次試験の勉強に役立つ科目を残しながら科目合格していくやり方なんていうのもありますんで是非ねそういったところも是非、えー、学校の方にご相談いただくとか分からない場合には中小企業診断士課の方にね是非、えー、お問い合わせいただくといいのかなというふうに思います。では合格の,あの、ね、これこれいっちゃおうかなと思ったんですもう一つだけ言っとかなきゃいけないですね。 科目合格性がありますから何科目か勉強して受かることによって翌年翌々とっていくことができるんで効率よい学習ができます。隙間時間時ととか使ってやっててやことができますのでねでですので7科目受かる方はね実は受かりやすいっちゃ受かりやすいんですけどでもこういった科目合格うまく利用することによって本当に限られた時間で合格していくやり方ありますからねただ2次試験は2回しかチャンスがないこういった科目合格性が ないということも気をつけて、この一次科目をね、一次科目の主要科目をどのタイミングで勉強するのかっていうのは科目合格の場合には問題になってきます。もう一つ実は一次試験には総合合格制というのがありまして、最終年の残った科目は三科目だとすると、三百点の六割、百八十点でも合格する。ただしいわゆるあ,あんまりいい言葉じゃないですか足切り科目ってねそのある科目で四十点、四十パーセント未満の 点数を取ると不合格になってしまうということなので40点を確保した上で総合点60%確保すればね総合合格できるという制度も実はありましてですので一時7科目を総合で受けて苦手科目をなるべく作らないようにして420点700点ね1科目100点ですから700点その6割420点ただし1科目も40点を切るものがないということが条件になってくるんですがそういう勉強をするっていうのが大切になってきます。 その戦略なんかもね、われあの、お教えすることができますんで。ですから、受験予備校を使うといいですよ。話になります。はい、続いて合格に必要な力。一次試験には基本知識、少しの応用力必要です。で、二次試験考えた時にも、一次でね、応用力あった方が、特に使用参加もわかりますね。二次対策には、基本知識展開、それを知って、説明能力。特に、企業の実例に当てはめて。 ちゃんと説明しないといけない。単なる知識があるだけじゃいけなくて、この企業にはこういう言葉しなきゃいけないよ。それがないとダメですからね。で、プラスもう一つ高いモチベーション。それから目的意識持たないと結構勉強ね。やっぱり大変ですからね。これが必要な力になってくるわけです。はい、一次式にはね。あの一時は平均60点取れればいいんですが。ただ7科目もありますからね。ですから、我々ベーシック講座と言っている。講座、その学習を徹底的にやることと。 過去問の演習これが大切でレックで受かるねやるとなんで時間効率がいいかっていうと難問疑問とか受かんなくていい問題わかんなくていいものはあんまり手出さないよしようよこういうこと言えるんですねですので分厚いテキストじゃなくて我々フォーカスっていうそれぞこそフォーカスです焦点絞った学習できますからねはいですので時間かけずにもちろん一定の時間かかりますけどねやっぱり他の独学するよりも効率よく勉強ができる で、図書のテキストと比べてもレックのテキスト。すごいコンパクトに作ってありますからね。はい、一応そんなことでやっていただく。で、苦手科目を作らないようにする。底上げして、で、得意科目で。総得点を確保していくっていうのが大切になっていくわけですね。はい。二次試験、ね、今度はいきましょう。二次試験レック定評があります。ね、因果関係で書く、さっきの文書力でいうと、原因があるから結果があるとかね。相ト分析やって、クロス相トで。どういうことを展開するのか。いうことなんかを指導するってことで。 レックのとにかく、ね、合格した人はその後企業診断にも使う能力が高いということで、ね、非常に低唱がレックありますので心配しないで来ていただきたいということがございます、はい、ただ二次試験というのは筆記だから採点基準が分からないんですねですのでただ自分で勉強していると分からないいい参考書なんかあっても実際問題やっぱり添削してもらえたら分からないわけですねですので我々も添削に加わってますね講義やってる 人間がねちゃんと診断士の人間が添削やってますからこういうところが書いてないんだよこういうところ書かなきゃいけないんだよ。ね、で我々の添削のポイントはここです。はい、経営者に現状と今後しっかり説明できているかかどうかということこですねでさらに事業出ていただければ受験仲間とセックスはたくましてでさらに講師に質問することもできますからねこういうところが、ね、やっぱり大切になっていくんですね。はい、で高いモチベーションと目的意識 中小企業の取るね直接のメリット仕事内容を理解できないなとか今の仕事をやってるけどなんとかなるんじゃないでも我々診断士に徹底的に聞いてみてくださいで同期と今の会社の矛盾とか今のもんやったらどうなるとかっていう疑問をぶつけ合ってくださいやっぱりねモチベーション生まれてきてね診断士取ろうっていう強い気持ち生まれてきますじゃ最後にまとめてレックのポイント、ね、いいところまとめておきましょう段階的に一時勉強していきます ベーシック、ステップアップ、アドバンス、ね、で、無駄のない効率いい学習やっていきます。2次はフォローアップしていきます。数学の講義、そこでは、ね、本当に大人数じゃないです、大教室じゃないです。多くても4五50人というところですかね、コミュニケーション促進、イベントなんかもやってますで。通信も気軽に質問できる体制を整備してます。ね、ウェブアップとかする形で、ね添削しま、あの返却しますから、早いですからね、はい。それから現役のプロコン ねプロのコンサルタントでそれから科目のエキスパート特にねあの経済学とか難しいですからそういった科目のエキスパートにより熱い講義を行っていきますんでねはいぜひぜひあのレックのね、えー、そういった教育体制本当に整ってますんで信頼してついてきていただきたいなって思います最後に正直合格率は高くないかもしれないでもレックで勉強すれば結構受かりますで困難なん目標難しいからこそこの資格って価値があるってことは連れないでください 受かりやすい資格というのは誰でも取れるわけですでもあなたが持っている意味っていうのは難しい資格だからあるわけです簡単に取れないでも持つと絶対価値あります違う景色見えてきますここです取得,取得後見えなかった世界が目の前に広がってきます私も診断しとって本当にあの会う人出会う人変わってきました会えない人と会えますまたね名刺を渡すと 本当にね、私業っていう方が我々にも敬意を払って話をしてくれるで専門的なことなんか持ち上げてくれるですから本当に活動範囲が広がっていきますですので最後まで一緒に頑張りませんかということです。およそ30分がししました。 ちょっとね短い時間でコンパクトにお伝えするために伝えきれなかった中小企業診断士の魅力レックのね詳しい授業内容いろいろあると思いますこれは是非、ね、教室スタッフや中小企業診断士課にお問い合わせいただきたいと思いますレックの本当にね職員の皆さん含めてすごく熱心にねあの皆さんのサポートをしてくださると思いますで通信の方だからといって全然聞かないでくださいねコールセンターとかにかけていただいたりとかウェブのねサポート体制 自立してますから大丈夫ですからね。はいはいというわけでね、えー、ここまでお送りしました。2020年30分でわかる働きながら合格学習法をお送りしてまいりました。では皆さんぜひレックの学び屋でまたはね皆さんねレックのねそういったオンラインスタディとかのねそういったウェブでぜひお会いできることを楽しみにしています。それでは、ね、ご清聴ありがとうございました。